藤藤巻巻君ええ大阪維新の会藤巻ですよろしくお願い,いたしますあのちょっと質問する前にです、ね、1つ、今日の今までの質疑を聞いてて、えーえー、財務省にちょっとクレームをつけておきたいと思うんですが、あの前会委員が使われてた申告納税者の所得税負担率というのは、これ、えー、今国会でも何度も使われて、私が聞いただけでも何度もこの、 表を参照されて発言があったんですけれども、まあ、100億年収100億円を超える人たちは17%しか所得税を払ってないという話なんですね、でこれ、100億円ってものすごい年収なんですけど、んなそんな人いるのかと思って聞いたら、ですね過去11人だけいたって言うんですよね。 でその11人をもって17%しか払ってないから、その金融課税の20%は低いなんていう議論は、ですねこれ、おかしいと私は思うんですよね。もう確かに前川委員がこれを見たら、確かに17%を低くするじゃないかって、クレームを作ってるのは十分分かるんですけど、その昔、11から17に増えたわけですよね。でこれはですねやっぱり その10%から20%に上げたときに、その説得材料として使った図表じゃないかと思うんですよ、そのやっぱり証券税制が20%であるか30、30%であるか40、40%であるかって決めるのは、たった過去11人の人たちが儲かったからずるいとか、そういう話じゃなくて、ですね不平等だとか、そういう話じゃなくて、二重課税であるとか、それからもしくは、産業の直 リスクマネーが取れないと産業の新陳,新陳代謝が進まないとか、要するに銀行じゃお金集まらないんだから株式投資が必要になったとか、そういうことを考えて税率が決まるべきであって、たった11%のためにその税率を考えるということじゃないと思うんですね。ですから、こういうそのミスリーディングな資料をです、ね、ウェブにずっと載っけておくというのは、ちょっとおかしいんじゃないのかなと、私は思いました。えー、これは以上なんですけど、次に、出子次に入りたいんですが、えっ、ー、と、総理はですね、 あのー、消費者物価指数2%を全力を挙げて達成するとおっしゃってますし、それから昨日の大久保委員からも質問がありましたけれども、量的緩は2%、異次元の量的緩は2%を達成するためにということをやってますが、出口が問題だという話もありました、そういう副作用が心配されるような量的和をやってまで2%を達成されているわけ、えー、いううに見受けられますが、えー 配布資料のこれバブルのときの動きを見ていただきたいんですが、1985年から1989年、バブルだったわけですが、あの狂乱経済と言われた、あのバブルのときでもです、ね、消費者物価指数、見ていただきたい、86年、87年、88年、0.5%なんですよ、0.5%でもあれだけの狂乱経済が生まれたんですけど、それをもってしてもです、ね、やはり2%の消費者物価指数は絶対必要なんでしょうか。 安倍内閣総理大臣。委員長この,あのバブル時代のです、ね、特徴はです、ね、この物価の上昇、確かに物価上昇しているんですが、これは主にです、ね、いわば土地あるいは株等にです、ね、これ集中的、またゴルフの会員権に集中的にこの資金が流れたわけでございまして、いわば一般的にこれが、 物価がですね、いわば c p i が上がったということではないということだろうと、こう思うわけでございます。まあ、そこで、ただ、しかし、地価がこれ、どん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 高騰する中において、ですね一般庶民がですね土地を取得、あるいは住む家をですね取得する上においてです、ね、でさまざまな困難があることから、これはそれを冷やしていくという政策がなされたんだろうと。 こう思う思ところでございますが、いわばわれわれが行おうとしているのはです、ね、そうした不均衡なものではなくて、いわばまずはデフレ経済、この非正常なデフレ経済からです、ね、デフレ不況から脱却をしていくことが大切でありまして、正常な形で2%の物価安定目標をターゲットといたしまして、それを実現させていきたいとこう考えている次第でございます藤巻武君。 あの株、不動産、ゴルフ会,見会員権等はです、ねえー、消費者物価指数には入っていなくて、これはこれがある場合は資産インフレというわけですね、でインフレ、デフレという言葉を使うときは、やはり消費者物価指数とか、それから GDP デフレーターのことを言うわけですが、先ほど申しましたように、その消費者物価指数、その バブル期は決してインフレではない、少なくとも2%にはいってない、はるかにいってないということで、今、総理のお答えがあったように、ですね中にあったように、この時は土地と株が急騰したから、こういうような状況になったわけですね、これ、行き過ぎだったと確かに思うんですけれども、少なくとも言えることは、土地と株の値段が上がれば経済は好転するんだということだろうと思います。で、質問をちょっと順番を変えて、次、日銀総裁にお聞きしたいんですが。 これ、まあ、あの次の添付資料にちょっとありますけれども、昨日大塚公平委員からもちょっと質問があったあ関係、名目金利と実質金利の関係なんですけど、えー、当時、名目金利、これ8%ちょっと例でポンと入れただけなんで、もっと長期金利6%ぐらいだったなという気がするんですが、まあ期待まあ、インフレ率は少なくとも0.5%、名目金利が6%だと、実質金利はめちゃくちゃに高いんですよね、それなのに経済は狂乱したんです。 ということは、私は日本においてはです、ね、これは経済学者に言うと笑われちゃいますけれども、日本においては景気というのは資産価格、土地とか株の値段が極めて重要じゃないか、またこれを言うと金持ち目線だと言って怒られるんですけれども、でも、経済を良くするためには、土地と株の値段を上げることが重要じゃないかで。土地と株の値段を インフレ率に入れれば、ですね下にちょっとありますけれども、あの頃土地の値段って20%ぐらい上がってましたよ、実質金利はむちゃくちゃに低かった、だからあんなに経済が狂乱したというふうに理解もできるんですけれども、もう一つ言っちゃいますと、3ページ目に、ですね当時のグリーンスパン議長、9月25日、ちょっと私、自分での本から取ってきたんですけど、これ、いつの9月25日か覚えてないんですが、彼がですね過去10年の個人消費の伸びは、 所得の増加よりむしろ住宅資産の上昇が大きく影響している可能性があると書いてある、資産価格の上昇、すなわち、資産効果で景気が良かった可能性があると書いてあるんですね、まあ、同じようなことを日本金融学会の会長の清水先生もおっしゃってたんですけれども、そういうことを考えて、黒田総裁も消費者物価指数2%、2%とおっしゃってますが、より重要なのは土地と株の値段ではないんでしょうか、どういうふうにお考えか、黒田総裁、お聞きしたいんですが。 日本銀行黒田総裁、えー、まずあの、金融緩和の度合いにつきましてはです、ねえー、経済に中立的だと考えられる、いわゆる自然利子率と比較して、実質金利がどの程度低いかということによって、えー、規定されると考えられます。えー、ご指摘のです、ね、バブル期はです、ね、潜在成長率、あるいは期待成長率が極めて高くて、えー、自然利子率も非常に高水準にありましたので、 えー、実質金利もある程度かなり高かったんですけど、自然利子率と比べるとですね、えー、実質金利はかなり低かったということで、やはりバブル期はあの金融政策が非常に大幅に緩和的であったというふうに思っております。えー、ご指摘のようにですね、その資産資産価格の上昇に伴ういわゆる資産効果が経済活動を刺激する一つの波及経路となるものであるということは。 あその通りだと思いますけれどもあの、まさにバブル期の経験が示すように、あのようなです、ねまあ、経済の実態から乖離した資産価格の高騰とか、あるいは金融機関の行動の過度な期待の強気化というのは、やはり長い目で見るとお、経済に大きな調整コストをもたらしうるというふうに考えております。日本銀行としてはあくまでも 2%, 2の物価安定の目標の実現を目指して、えー、マイナス金利付き、量的的金融緩和を着実に推進してまいりたいというふうに思っております藤巻武君。 いや私もです、ね、別にそのあの時の土地と株が上がったことが良かったと言っているわけで、申し上げているわけではなくて、要するに土地と株の上昇は経済の,え経済の状況に非常に影響するんだよということは申し上げたかったというふうに思います。で、えー、次に大臣にお聞きしたいんですが、あのこの時にです、ね、最初の表を見ていただくと分かるんですが、この消費者物価指数が極めて安定してたわけなんですが、これ、なぜかっていえばです、ね、これ、一番右の為替見ていただければ分かるんですけれども、 これあのプラザ合意のせいでこう1、1年に50円とか40円ずつ円高になっていってるわけですよ、これは輸入デフレもいいところで、これは当然消費者物価指数上がらないわけですよね、でこの財政金融委員会の私は、ドル安が極めて重要だということを申し上げたんですが、あどういうふうに思われるか、えー、ちょっと見ていただくと分かるんですが、1989年に円安方向から円高方向 円高方向から円安方向に変わった途端に消費者物価指数、ーンと上がってるわけですよ、極めて為替とですね消費者物価指数というのは連動していると思うので、もし2%に、えー、したいのであるならば、これは円安方向に何とかして持っていかざるをえないんじゃないかと、そうすれば消費者物価指数、その政権が希望している消費者物価指数なんてポーンと上がったと思うんですが、いかがでしょうか安倍晋三内閣総理大臣、あの我々ですね、この為替、えー、にですね働きかけることを目的で、 としてです、ね、政策を今、進めていく考えはないわけでございまして、まさに黒田総裁の下で行っている質的、ね、量的緩和、そして今回、マイナス金利の導入ということになったのでございますが、これはまさに2%の物価安定目標をです、ね、これは達成するために行っている金融政策でございまして。 えこれは、えー、円安を誘導するための政策ではなく、まあ結果としてです、ね、えー、この円安になっているということはあるかもしれませんが、これはあの円安を目的としている、まあ、政策ではないということでございまして、まあ、今後もです、ね、円安を目的とする政策を打っていくということは、えー、これは黒田総裁も考えてはおられないんだろうというふうに思います藤巻武史監。 円安を目的するというと、国際社会から叩かれるんで、そうおっしゃらざるを得ないんだと私は理解しておりますけれども、ただですね、アベノミックスが最初の頃に非常に成功してた,成功してたのは、総理がまだ野党自民党の総裁の時に、80円の時に、これは円高がいかんと、円安にしなくちゃいかんということを、野党総裁としておっしゃってくださって、120円までいったから、 最初アベノミクスはは成功したと私は思ってますですから、別に私、今、もう時間がないんで、議論をいたしませんけれども、別に介入とかそういうことをしなくても、いくらでもですね円安、ドル高を誘導する方法ってはありますので、まさにただで財政出動する必要もなくて、国力が良くなるんだったらですね、 ぜひそういういただのですね税制を含めて、ですねこの前、ちょっとが丸貝という外貨預金、あの非課税にしたらどうだっていうのを、委員会でもご提唱いたしますけども、いろんな方法があるんで、そういう無税で財政も必要しない方法をぜひ考えていただきたいと思います。 思いますで最後に2分ほどあるんで、最後に質問いたしますけれども、私はです、ね、今後また円安になると、あのかなり消費者物価指数って2%またすぐいっちゃうと思うんですよね、えー、特にそのおととい、えー、国土交通省が工事価格を発表して、あのあの3大 消費量値2.9%上がってきているということで、えー、とまさにバブルの初期の頃と同じように、まあ、為替のレベルあ株のレベルもちょっと同じちょ変わらず全然違いますけど同じようなレベルに来てましてねひょっとすると消費者物価指数 CPI が2%になるんじゃないかと思うんですがその時まあ一番問題は そう日銀総黒田総裁がです、ね、消費者物価指数2%に達成したからということで、出口を模索しなくちゃいけない、要するに異次元の量的緩和をやめなくちゃいけないということになる、これが一番の日本の今、抱えている最大の問題かなと私は思ってるんですが、最後に確認したいんですが、黒田日銀総裁は目的を達成されたらば、異次元の量的緩和はやめ,てでやめるのでしょうか、ここで明確にお答えいただきたいんですが黒田総裁、簡潔に答弁願います。はいあの 量両的質的金融緩和導入以来、またマイナス金利、き両的金融両的的金融緩和を導入したときも申し上げておりますけれども、日本銀行の金融政策は2、2%の物価安定目標の実現を目指し、これを安定的に持続できるようになるまで、現在の政策を続けるということでございますので、えー、物価安定目標が達成されです、ね、2%の物価上昇率が続いている、あるいはそれをさらに上回っていくというときに、 さらに金融緩和を続けるということはないというふうに思いまそうなると、そうなると国のお財布が心配になりますが、まあ、時間が来ましたので、これで終わりにしたいと思います。